ヤマト、と、イ、い、ェイ、中国南方音、ウオウ、中国北方音は、司書に現れる中国南東部にいたと思われる和人や、百越の人々を含んだ時代もあったという意見もある。中国人歴史学者の応用によれば、中国の司書に現れる和人の住居地は、はじめから日本列島を指すとしている。ヤマト国家は、 大王を中心とする諸豪族による連合政権であった。大王は元来、山和地方、玄奈良県の王、君であったが、5世紀頃から大王と呼ばれるようになった。山和国家では有力豪族によって大王が要されたり、廃されたり、場合によっては殺害されることもあり、実質は有力豪族たちによって運営されていた。そのため有力豪族同士の権力争いも、 耐えなかった。死を持つ血縁を中心につながる一族が身分、性を与えられていた、死生制度。日本という国名は、大化の改新によって、天皇という称号と共に使われるようになった。天時及び天武朝において始まったとされるが、いずれにしても7世紀後半のことである。古事記や、日本書紀では、トヤマトとして表記されている。 義師和人伝では日本は山大国と音文字で表記されている。また、日本書紀では山苔つまりや MWD もしくはジアモ隊と表記されていた。奈良時代まで日本語のい、え、おの母音には、こう類、あい、い、おうとツつ類の音音があったといわれる上大特殊かな遣い。山大国における山隊は山と山のふもとであり。 古代の大和と一致する。畜子の山門、山の入り口は大和であり、音韻の上では合致しないので、その点では山大国九州説はやや不利ということになる。ただし、古来と高とと、乙は通用される例もあり、一概に否定はできない。8世紀に大和の号に編成された奈良盆地南東部の三輪山独一帯が最強義の大和である。 なお、日本初期には、荒町の景、藤原景に先立つ7世紀代の飛鳥地方の旧都を和京と記す例がある。737年、天平9年、両政国の山戸は、立花諸景政権下で、大和国から、山和国へ解消されたが、処景の勢力の弱まった747年、天平19年には、再び、大和国の表記に戻された。 そして七百五十七年、天平法事元年立花な,ならマロの乱直後に、大和国から、山和国への変更が行われたと考えられている。山和の書室は、俗に本記、天平法事元年、七百五十七、十二月水の恵ね、九日、数少ね長岡である。ただし、同書にはそれ以前に、追書と思われるものが数箇所ある。和は、い、委ねるに人が加わった字型。 開示は、した従う、従順な様、慎む様、また、うねて、遠い様。音符の意は、女と音を表す、のぎで、ない夜中な女性の意。中国の古代史書で、日本列島に居住する人々である和人を指した。説問開示では、従順な様、司教に曰く、修道山と、修への道は曲がりくねり遠い、と解説されている。後期時点によれば、 さらに人名にも使用され、例えば炉の第21代、王仙皇の名は和であると書かれている。随書ではとも知るし、随書本義では和、志、伝で、とある。和、和の別字である。可能性もあるが、詳細は不明である。後はと表記される。奈良時代中期頃、天平商法年間から、同音工事の和が併用されるようになり、次第に和が、 主流となっていった。例えば、鎌倉時代の連れずれ草には、和国は、単立の国にて、両のおとなし、199とあり、また親鸞も、和国と記している。現代の日本では、和の字はいくつかの場面で使われている。人名用漢字の一つとして選ばれているほか、東京には、和という手作り弁当のチェーン店がある。公立学校として、 三重県津市と長野県中野市に和小学校が存在する。奈良県には北山と保育園、私立が存在する。日系ビジネスオンラインでは海外で働く日本人に対し、家境という言葉を参考にして大和教という言葉を提案した。中国には紀州省貴吉珍市に利和という地名が存在する。日本列島に住む人々が和、 和人と呼称されるに至った由来にはいくつかの説があるが、いずれも定説の域には達していない。江戸時代の木下純安らは、小柄な人々、和人だから、和と呼ばれたとする説を述べ、他にも、和を別称とする説もあるが、和の字が悪字であるかどうかについても見解が分かれる。義士和人伝や、死教、小宮比、四、オスなどにおける要例から見て、和は、必ずしも、 無別の意味を含まないとするる。見解があるそれに対して卑弥呼や邪馬台国と同様に火加を当てる子により中華世界から見たい敵であることを表現していると見なす見解もある。なお古代中国において日本列島を指す画商としては英州、東栄という古称がある。英州とは高麗や北条ともに東方三上山の一つである。 冒頭で掲げたように、和には、日本列島及び、奈良盆地という二つの意味があるが、ここでは、講義の和、つまり、日本列島における、小国分立時代の国々について若干触れる、古墳時代を通じて、おもむろに小国連合が成立して、和国という一つのまとまりが生まれてからについては、和国を参照のこと。義式は神殿に見られる、国は、福岡市、 春日市及びその周辺を含む福岡平野が規定地とされている。この地では、江戸時代に五漢諸島遺伝に記された金印、官位八国王印が博多北部に所在する志賀島の南端より発見されている。那国の中枢と考えられているのが、すぐ岡本遺跡、春日市である。そこからは、紀元前一世紀に遡る全館鏡が出土している。 糸国の中心と考えられるのが、糸島平野にある三雲南高寺遺跡、糸島市であり、やはり紀元前一世紀の応募が検出されている。紀元前一世紀代に、このような国々が成立していたのは、限界灘沿岸の限られた地域だけではなかった。からこ、鍵遺跡の観光集落の大型化などによっても、紀元前一世紀には、奈良盆地前域あるいは、これを二部。 三分した範囲を領域とする国が成立していたものと考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。